市川倉尾小江春寮101号室雑談だ、まあ、おいとりあえず1号室か。ちょっとちょっとちょっと おい嘘つくなよもう。えこれ何なの。管理人さん、ただいま。101号室の市川太一です。管理人さん、ただいま。同じく101号室の浦尾武弘です。この番組は声神様に導かれ、寮の管理人となった皆さんと僕たち2人が寮の再建を目指していくとともに、僕ら自身が羽ばたくことも目指していく羽ばたき実現バラエティです。はい、今日はね、エイプリルフわお。サムネ見ました。あれ嘘です。ああ騙されたやろね。うん、本編とは一切関係ありません。よくある YouTube のサムネ詐欺ってやつですね。うん、あんなことするわけないでしょ。俺たちが ねやらされましたからね。あんなが一番嫌なんだから。俺たち一番嫌だから。ね、ああいうことする、うん。じゃあ早速やっていきますか。はい、何やんだろうね。うん、それでは声春寮101号室スタートでーす。ムーエイプリルフール企画、嘘を見破り正解を当てろ三択クイズ。エイプリルフールになぞらえて、うん、今から出されるクイズの答えが3択となっておりますので、嘘の答えを騙されることなく2人で正解を導いていくというのをやっていきます。はい、うん、なんとね、これ半数以上、問題正解することができたご褒美があります。本当？あります。嘘でしょ。あ、それも嘘かもしれない。絶対嘘だよ。ちょっともうなんかいろいろ疑ってるね。全然信じられない。これはある。これはある。これはあります。で、残念ながら正解が半分に満たなかった場合は、うん、罰ゲームが待ってます。これは本当っぽい。これは本当。じゃあ早速始めていきたいと思います。ムー、簡単すぎる。じゃあ第1問いくよ。うん、東京スカイツリーの高さは1333m、2450m、3634m、どれでしょう。嘘を見破りとかあんま関係ない。クイズやんこれ、ただの。クイズ。え、これクイズじゃん。ちなみに分かった？分かったよ。これは簡単よ。じゃあせーので言うよ。うん、せーの、3番。武蔵ね。常識でしょ。1が東京タワー。そう。2番なんだ。富士山。何？何もないんかい。何それ。とりあえず間に。いやいやマジで雑談だ、まあ、おい。とりあえず1問正解。おいおい、うん、ね、やった。続いて、はい、第2問いきましょう。ででん、鶏は何かの鳥でしょうか。1キジか、2ハトか、3カラスか。カラスかは聞いたことないな。キジ、ハト、これは知らんな。わかんないよね。まあ、あの鶏のフォルムで、あー、キジっぽくない？は、あの鶏ってキジっぽい。じゃあ1でいいですか？行こうか。せーの、1番。キジか。キジ。キジ番。おい、1じゃなくて2だったよ。嘘。あれ、いやもうなんだよ。1なんかい。1でしょ。違う、いや、あの選択肢には1って書いてあったんだけど、キジが1だよね。そう、そしたら2キジかって。なんなんだよ。おい、嘘つくなよ。もう、もうエイプリルフールに惑わされてるよ。じゃあ続いての問題いきましょう。はい、続いて、量の画数は1、13画、2、14画、3、15画。この問題なんじゃん。なんなんだこれ。なんだこの問題は。せーの、15でしょうね。ちょっとちょっとちょっと、これな、な、何をやらせられてるの。バカにしてますか。怖い、まだあるよ、まだある。はい、名字で4月1日は綿抜きと読みます。では、8月1日は何と読む。1、梅雨り。2、穂積。3、中秋。急に難しくなるじゃん。めちゃくちゃ難しい。なんだろう。これってあれじゃん、旧暦じゃん。9月ぐらいのことを考えるんじゃないの。ほずみか中明だと俺は思う。ほずみかなとも思った。ほほをつむ。ああ、確かにな。うん、僕は中明かなと思ったけど、ほをつむ。ああ、確かになるほどなと思った。ほをつむのはもうちょっと後ろかなとも俺は思う。じゃあ中明。じゃあ中明。
じゃあなんか終わり。せーの、中空き。うわー、本当にじゃねえか。ちくしょう。惜しい、中空き惜しい。8月10日だって。梅雨入りはね、5月7日。ラスト。2月14日バレンタインデー、3月14日はホワイトデー。では韓国にある恋人がいない人がメインになる4月14日を何デーという？知らねえよ。1ブラックデー、2ブルーデー、3レッドデー。なんか気分的にはブルーなんだね。でもさ、恋人がいない日のためのさ日でしょ。それをブルーにしちゃうと決めたやつ誰だってなってさ、恋人のいない人たちがさ、うん、ボートが貸すかもしれない。ブルーだと。でもレッド、ブラックでもやっぱそうなるよ。レッド、レッドはなんでこういけんのじゃない？レッドはやっぱさ明るいし。独特やね。血がる感性が。まあじゃあレッドで行くかじゃあ。え、でも浦尾くん的な話も聞きたい。俺はまあ落ち込むって感じでブルーかな。あ、ブルー、うん。ブラックはちょっと違うかな。じゃあブルーにしよう。ふざけんなよおい。おいおいおい。なんで？意見ないじゃん。僕の意見を。優先と、ね、して負けたわけじゃん、さっきは。だから裏君を信じてもいいんじゃないって思った。そうか、そう。じゃあブルーでしょ。ブルーで、ブルーで。いや、ブラックかい。ふざけんなよ。恋人がいない人が黒い格好をして黒い食べ物を食べる。若い人たちがやってる。ファッションでやってる。へえ。で、今5問やって正解したのが3問だったので、なるほど。何ですか？ご褒美来ました。ご褒美来ましたね、今。飲み物が届いて、水ですね。水だな。ご褒美は高級ドリンク。これ何ですか？何これ？高級ドリンク、何も教えてくれない。氷入ってるでしょ？匂いもしない。はい、じゃあ早速飲みます。じゃあいただきます。いただきます。え、酸っぱくない？うん、クエン酸でしょ、あ、やっぱり。え、これ何なの？てってれーってやつでしょ。これはだからこの声張る寮のスタッフさんたちが企画を立てた壮大なドッキリ、エイプリルフールでしたよって。なるほどね。一杯食わされましたわ。うわー、やられたぜ。以上、エイプリルフール企画、嘘を見破り正解を当てろ三択クイズでした。ムー、あっという間に声張るようエンディングのお時間です。番組では皆さんからメッセージを募集しています。宛先はこちら。番組公式 Twitter と Instagram も稼働中です。アカウントは Twitter、Instagram ともに101アンダーバーウェルカムです、うん、ぜひアカウントフォローとハッシュタグ声張るをつけて感想をつぶやいてください。皆さんのつぶやきがですね、僕らの羽ばたきにつながりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。こちらは嘘ではございません、ね、これは本当ね。ここまでのお相手は市川太一と市川太一でした。嘘つくなそこで。おやすみなさーい。実はずっと入れ替わってたんです。いやいやいや、僕らのエチュード。こちらのミニコーナーは役者力向上の一環です。おい、プリンセス。おお、ゆうゆうゆうさん、うん、嘘のつけない詐欺師ういさん。最後のセリフはうっそぴょーん。マジかよ。ああ暇やわ、マジで暇だわ。あ、すいません、お兄さん。お兄さん、お兄さんじゃないですけど、私プリンセス。あ、失礼しました。プリンセス。お兄さん、これちょっといい話があるんですけど、それ聞いてもらっていいですか？てか、あなた誰よ？僕ですか？僕は詐欺師です。は？詐欺師。何を言ってるの？詐欺師なんですけど、うん、ちょっといい飲み物があるんですよ。いい飲み物？すごく体に良くて、うん、まあちょっと酸っぱいんですけど。え？それは嫌だよ。いやいやいや、私酸っぱいの嫌いだもん。体にいいんですよ。ちょっと飲んでもらっていいですか？いらない。こちら。だってあなた詐欺師でしょ？詐欺師なんですよ。どうぞ。え、飲まなきゃいけない。飲んでください。これは毒とか入ってんじゃない？毒とか入ってないです。どうですか？
え、酸っぱくないけど。ウソぴょん。オチはできたけどね。うん、まあでも嘘つけないのにウソぴょんって言っちゃってたしな。整合性取れてないんだよ。詐欺師ですって自己紹介しちゃったね。嘘つけないからそこフューチャーしちゃった。ということで次回もお楽しみに。バイバイ。バイバイ。僕らのユニット名を決めよう。嫌だな。チャンネル登録よろしく頼む。